あなたは選ばれた実験体なのです。これから X デイまでの間、あなたの行動を監視させていただきます。お願いします。私は笹塚さんのパートナーにしてください。お前に何ができるの？撃ったことあんの？人間。いえ、ですが後悔しないために訓練を続けています。正確な技術がなければ人さえ殺せる武器だから。あの、そういえばどうしてこんなに寒いのに屋上で作業してるんですか？俺はまだ許してねえからな、さっきの暴言。それでお前がいちいちうぜえからだ、エセ艦隊やろ。二人ともやめろ。相変わらずだね。白石さん来てたんですか？こいつ俺と組むことになったから一応テスト合格ってやつ。そうか。アドミスという組織の犯行、過去の事件では完璧にあったアリバイ、同じ動機、別の容疑者、交換殺人、今日の公演での焼死事件、犯行声明の動画で過剰な愛の押し付けは狂気になって、ストーカーのことじゃないでしょうか？君の言う通り、被害者は最近まで刑務所に入っていた元受刑者だ。罪状はストーカーおよび傷害。やっぱり昨日の射殺事件も8月の事件で話題になったネットゲームの開発者でした。昨日今日と起こった事件が今までの X 定事件とつながってるってことですよね。うん、それで今分かってるのはそれだけです。そこまで分かってるのにどうして気がつかないのかな。君ちょっと頭が固いんじゃないの？7月はストーカー、8月はネットいじめ、元は被害者だった人たちが恨みを晴らすために起こした事件ですよね。なら、それ以外の事件は？今までの全ての事件の動機は誰かの復讐？合格。まあそうでも困るけど。もしも、カズキに何かあったら、もし…おしろ。カズキが…カズキが…落ち着け。笹塚さん。まだ何も分かってない。だから調べてんだろ。冷静になれ。でも、もしもカズキが事件と関わっていたとしたら、私…だとしたらどうする？弟河合さん見逃すのか？もし事件に関わりがあるとして、これから起こるかもしれない犯罪を見逃すのか？ネットの民意ひっくり返すのてめえ、どこに行っても同じなんだよ。お前の大事なネットの世界なんて、小さなきっかけ作るだけで簡単に壊せる。笹塚君、それ以上リアルじゃ何もできないってものが神名乗ってんじゃねえ。ああ